医務室でちゅ。2日しか経ってまちぇんよ。はい。それで、その朝霧の遺体を発見いたしましたが、それと飯島の遺体も。飯島が。お任せくだちゃい。あと、カズサちゃんは一体何者だったのでちゅか。そうでちゅね。わかりまちた。では、早速仕事にかかりまちゅ。私ね、私は人間じゃない。見たでしょ、あの姿を。本来は暗い闇を這い回るもの。あの時の姿が本当の私。カズサって名前も違う。本当は名前なんてない。謝りに来たんだ、騙してたことを。本人が来ればバレるの当たり前だよね。私ってバカだな。それに旦那を守ることもできない。井上先生も。私は無力、ただ死なないだけ。それだけだったみたい。何もできずにただいるだけなんて。いないのと一緒だね。だけど私はみんなと、旦那と一緒にいたい。旦那を守りたい。それもできない私は何のためにいるのかな。
朝霧和沙で、ありがとう。必要とされてるのかどうかと思うたびに、自分のやっていることは本当に正しいのかと思うたびに、出て行けと言われるたびに、本当は泣きたいくらい怖かった。それでも誰かのそばにいないと消えてしまいそうだった。言って欲しかったのかもしれない。お前が必要と、大丈夫だと、ここにいてもいいよと言って欲しかったのかもしれない。嬉しいよ。本当の私の名前ができたんだもん。名前をつけてもらうってことは、存在を認められたってことなんだ。自称はやっぱり不安。私が初めに名乗ってた朝霧和沙は借り物の名前でしかなかったから。ねえ、もう一度私の名前を言ってもらえる？実はね、旦那に名前をつけてもらうのは2度目なんだ。うん、2度目。旦那が若い頃だったから。ひどい、忘れちゃったの？あの洞窟でのこと。死にかけていた私を助けてくれたの。私を優しく抱いて、頭を撫でながら名前をつけてくれたの。私はその時の猫なの。本当はね、死にかけていた私を助けてくれた恩を返しに来たの。よくわからなくて、とにかく旦那には笑って過ごしてもらおうと思ってたんだ。知ったんだよな、大正とか言ってたかな。大正だったかなって。うん、またまた、そんな分かりやすい嘘で私を担ごうったってそうはいかんよ。人の姿になるために旦那とはいつの間にか離れ離れになっちゃって、ずっとずっと探しててやっと見つけたんだから、間違うわけないって。本当は正体がバレてしまった時はその人から離れなくてはならないんだけれど、お願い、まだまだ恩返しさせて。
やっぱりダメ。私のせい？本当、私は何をするためにここにいたんだろう。勘違いで旦那も大怪我させて。何してんだろう、私。しまいましたか？お食事をお持ちしたのでちゅが、まだお休みになられまちゅか？ではお食事をご用意しまちゅ。はい、今日は気分が悪いとかで部屋にこもったまま呼んでも出てこないんでちゅ。傷が塞がったとはいえ体調の方はまだかと。
な、私ここを出ていくね。ごめんね、旦那に迷惑かけて。黒猫が不幸を呼ぶって本当だったんだね。私がここにいたらみんな不幸になっちゃう。旦那は優しいな。決心が鈍っちゃいそう。でもやっぱり私は出ていくね。私は私の場所へ。安心して、私の記憶はみんなからも消していくから、寂しくなんかないよ。じゃあね、旦那。ありがとう、旦那。さようなら。お食事をお持ちしました。どうぞ。どうかしました？賞味期限は切れてないはずですし、いつも通りに時間ぴったりに温めたのでちゅが。では食べ終わった頃にまた来まちゅ。